なにしちゃう死亡にも少し開いてく限られっぱなしの毎日だけの飯は食えないぜおいそばら怒りビルI'm gonna go to the hospital.
期待してるわ濡れた
唇で彼女が誰にせいかな偉い高いしてはそのスピーカーから流れるのはいつもスライダーゾーンの気を知らないんだどっかへ行っちまわってちゃんとスライダーだけだが俺を軽くは知らうのさスライダーだけだから遠い目をするのさもう一回のスライダーだけだから俺と一つは繰り返すのさもう一回のスライダーだけだから俺を煙に巻くのさ夜なのさ空が真っ赤に分かれたどうしましょうさっきも言ったんですね、今日は、僕たち有田家の世界がレコ発後方に攻められたイグノランツさんが、6周年の、バンド結成で、お互い記念日ということで盛り上がってまいりましょう。よろしくお願いします。記念日記念日、どいつもこいつもカップルはよく言ってるけど、こういうバンドの記念日もたまにはいいと思います。よろしくお願いします。
ないかな。学校の地面に寝転んでたのさ。今夜の月はいいね。地面に寝転んで見てたのさ。青いとか熱いとかみんな言うけど、それも含めて夏が好きなのさ。僕は yeah, yeah, yeah. 夏は好きだし、夏は好きだし。Yeah,
座の隅から食いつぶして、茶色の椅子腰掛けて、ファムの声ぶち込んで、いる傘で気取ります、シナイダーのバルスを椅子、キャラクのタイプライターが今夜のリンク燃えた夜に、このキスが欲しいぜ、oh yeah。
しみがな寂しげな顔でさ言うこと頑張ってさ何苦労したらあの子たちの方法を待てる今日もじゃあ一つ屋根に明日もじゃあ限界を極めてみな明日の夜は見てみなできないと思って喋んなかったけど、これからトーキングを多くするぞ。といったわけでこのトーキング第一弾です。ありっときませんから、さっきのファーストアルバムが今日出ました。ほいで、なんかご丁寧にいろいろ、レコード店とかに置いていただいてですね、並んでおりますが、なぜか知らないですけどもですね、私どもの CD がですね、北海道に走りまして、北海道の2名からですね、連絡が参りました。元ここで弾いてくれてた人と、もう一人僕の友達がですね、なぜか流通もしてないのに、出回ってしまうっていうのは、これは世の中の物流の根本を覆す話です。根本を覆すということですね、物流業界、もうちょっとしっかりしなきゃダメです。物流業界で働く奴は、会社の上役にもっと喋って、もっと何やってたと言っていてください。俺たちの CD が、そんな出回っちゃ、世の中おかしくなっちまうから。せいぜい中央線界隈で、うだうだと1枚2枚売れてるのが関根山だから、あんまり地方にばらまかれちゃ困っちゃう。俺たちは地方に行った時売るもんだからね、よろしくお願いします。
ですね、そう言ってアルバムの発売ですよ。実はですね、先月アルバムを発売の前にですね、先行発売という体のいいワンマンライブをやらせていただきまして、まあ大変盛況で、終わらせていただきまして誠にありがとうございました。今日は本当の発売日でございますが、今日はのっけがですね、アルバムの曲順通りにやっております。あと残り3曲はですね、曲順通りやって、あとちょっとだけですね、普段ライブでやってるような曲をやって、僕たちのこの曲の紹介をしていきたいと思います。全然紹介してないけどぶっ放してやってますけど、まあ一つよろしくお願いします。まあ、お次はできるもんなるという曲です。なんかちょっと訂正が入ったみたいな。言えばいいじゃん。すいません、曲順俺が間違えたみたいですね。そうです、これはですね、このアルバムの次の曲は、ラスト3曲で入ってる曲でございます。これから疲れたから MC が多くなるぜ。できるもんならこの風に吹かれていたいよ。このままできるもんならこの風に
かって、目はどう見たいんだろう、耳は塞ぎたいんだろう、それでも当たるのは足を追いかけ、自分を溶かしたあの熱い想い、汗も悲しいもないかも、今だけかなりちゃいたい、ワークを追いかけたくな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 い、足を追いかけ、医師だろうが偽物だろうが、この世界の社員は間違いないんだ、そうさ今日も生きられるはずだ、足を追いかけ、裏側で見た小学で起きて行くぞ、無限に刺さったお前を、あいつが俺を、
大丈夫かいな踊りが絡みを投げようと
お次はイグドルアーチさん、よろしくお願いします。ありがとうございました。